にちは。嬉野ホットステーションの時間です。今年最後の嬉野ホットステーションとなりました。今回は2018年の嬉野市の話題を映像で振り返ります。その他嬉野市からのお知らせもあります。それではどうぞ。1月4日木曜日、嬉野市社会文化会館リバティで平成30年第13回嬉野市成人式が執り行われ、男性138人、女性141人、合計279人の新成人が出席しました。万歳三唱の後、白縫い太鼓の演奏が行われ、新成人を祝いました。1月11日木曜日、嬉野小学校跡地で嬉野市総合体育館嬉野市民センター建設工事起工式が行われ、関係者らが出席しました。地鎮の儀などが粛々と行われ、工事の安全を祈願しました。両施設は嬉野市体育館、嬉野市社会体育館および嬉野公民館の老朽化に伴い建設されるものです。平成31年4月の開館予定です。1月22日月曜日、塩田庁舎で嬉野市長選挙、嬉野市議会議員選挙当選証書付与式が行われました。嬉野市長選挙と嬉野市議会議員選挙で当選した17名が、久我孝義選挙管理委員会委員長から当選証書を受け取りました。1月21日に行われた嬉野市長選挙で初当選した村上大輔嬉野市長が2月5日月曜日初登庁しました。午前8時30分ごろ、雪の降る中、大勢の市役所職員が拍手で出迎え、その後就任式が行われました。4月1日日曜日、嬉野茶交流館チャウシルで落成記念式典が執り行われました。嬉野茶交流館チャウシルは嬉野茶を通じた新たな交流の拠点としてオープンしました。式典の後にはおよそ2000人の方が館内に足を運びました。4月13日金曜日、嬉野町不動山地区吉村新兵衛王聖徳碑前で新兵衛さん祭りが執り行われました。これは嬉野茶の祖吉村新兵衛の遺徳を偲び、先人の業績に感謝するもので、30年以上前から行われています。今年も地元の人たちや茶業関係者などが集まりました。4月19日木曜日、嬉野市営の広小浦キャンプ場の山開き式が行われました。式には広小浦愛林組合の皆さんなどおよそ20名が参加しました。今年も多くのキャンプ客でにぎわいを見せました。5月2日水曜日、豊玉姫神社で献茶祭が行われ、茶業関係者など30人が参加しました。この行事は茶祖吉村新兵衛王をはじめ、嬉野茶の発展に尽力した先人たちの功績をたたえ感謝し、茶業振興を願うもので、毎年立春から88夜にあたる日に行われています。今年もバレーボールプレミアリーグ女子、久光製薬スプリングスが嬉野で合宿を行いました。21日木曜日には村上嬉野市長から激励の挨拶がありました。嬉野の水と美肌グッズが贈られました。6月26日火曜日、塩田工業高等学校で忍江奏者佐藤和也さんへの新嬉野高等学校校歌制作感謝状贈呈式と嬉野心大使委嘱状交付式が行われました。
最後に生徒全員で校歌若き命をを斉唱しました。7月12日木曜日、嬉野市と水野株式会社との連携協力に関する協定の締結式が行われました。これは嬉野市と水野とが健康増進、体力向上、スポーツ振興、社会貢献などの分野において双方の発展と充実に寄与するために積極的に連携を推進するものです。7月29日日曜日、佐賀県消防学校において佐賀県消防総合大会が行われました。これは消防団の甲子園といわれる全国消防総合大会の出場に向けた佐賀県予選で、嬉野市消防団からは各地区の選抜選手2対8名が出場されました。結果は15チーム中準優勝と6位と素晴らしい成績でした。8月30日木曜日、嬉野温泉駅予定地の高架橋上でレール発進式が行われました。九州新幹線西九州ルートは平成20年から一部工事を開始し、今年6月からは今寺軌道基地へレールが搬入されました。村上嬉野市長と鉄道運輸機構九州新幹線建設局の綿貫正明局長とが発進のボタンを押し、レールが送り出されました。10月24日水曜日、嬉野茶発祥の地でありキリシタンゆかりの地である不動山地区で老婆法王への嬉野茶贈呈出発式が行われ、茶業関係者や地元住民の方などが集まりました。村上嬉野市長の合図で出発しました。11月1日木曜日、嬉野市役所塩田庁舎で平成30年度嬉野市表彰表彰式が行われました。この表彰は嬉野市表彰条例の規定により、長年にわたり地方自治の進展に寄与された方をはじめ、さまざまな活動を通じ社会に大きく貢献され、その功績が顕著な方々に贈られるものです。今年度は11人の方が受賞されました。11月20日火曜日、今季限りで現役を引退された福岡ソフトバンクホークス本田雄一さんが嬉野市役所塩田庁舎を表敬訪問されました。本田さんのこれまでの功績を称え、市民賞の交付、嬉野市表彰状の授与、8年目となる嬉野市観光大使委嘱状の交付が行われました。11月24日土曜日、ベストアメニティスタジアムで嬉野市プレゼンツ嬉野デーが行われました。嬉野市 PR ブースでは嬉野茶の振る舞いなど嬉野の PR が行われました。嬉野市内の小学生のサッカーチームの前座試合ハーフタイムショーでは、嬉野高校のソングリーディング部がパフォーマンスを行い花を添えました。試合は2対1でサガン鳥栖が勝利し、今年のサガン鳥栖嬉野デーも大いに盛り上がりました。嬉野市歴史民俗資料館から企画展のお知らせです。現在資料館2階第2展示室にて没後350年特別企画、蓮の池半祖鍋島直澄を開催しております。今回の企画展は江戸時代に嬉野市の大半を治めた蓮の池藩とその初代藩主鍋島直澄公にまつわる資料を展示したものです。直澄公にゆかりの深い皆様からのご協力のもと、貴重な資料が一挙に集結。小山さんこと直澄公の面影をたどり、地元に根付いた蓮の池藩の歴史と文化を振り返る内容になっています。どうぞお気軽にお立ち寄りください。
以上、嬉野市歴史民俗資料館からのお知らせでした。環境下水道課からの年末年始のゴミ収集資料汲み取りについての日程をお知らせします。日程はご覧の通りです。ゴミ中継地への持ち込みは午前中は午前9時から11時30分まで、午後は午後1時から2時30分までです。粗大ゴミについては各家庭から依頼を受けた場合に有料で臨時収集を行っていますが、12月17日月曜日から1月18日金曜日まで休止いたします。ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。詳しくは地方12月号をご覧ください。環境下水道課からのお知らせでした。水道課からのお知らせです。今の季節、水道管の凍結、破裂にご注意ください。今から簡単にできる凍結予防方法等を説明します。対策その1、水道管の凍結を防ぐには市販の水道管用の保温材やタオル、毛布、布切れ、発泡スチロールなどで水道管を覆い、濡れないようにその上からビニールテープを巻きます。今回使用しています水道管用保温材はホームセンターなどで販売されております。対策その2、メーターボックスに発泡スチロール等の保温材を細かく砕いて濡れないようにビニール袋に入れ、メーターを覆うように詰めます。メーター検針ができるようにしておいてください。対策その3、水道管内の水が常に流れた状態であれば水は凍りにくくなりますので、冷え込みが予想される前日に蛇口から水を少量出しておくと凍結を予防できる場合があります。生活用水として浴槽やバケツ等に溜めておくと便利です。以上、水道管の凍結予防方法のお知らせでした。12月の在宅当番医はご覧の通りです。続いて嬉野町です。12月の小児時間外診療はご覧の通りです。12月の塩田町の保健行事はご覧の通りです。続いて嬉野町です。12月の塩田町の相談日程はご覧の通りです。続いて嬉野町です。今年最後の嬉野ホットステーションいかがでしたか。次回更新は1月1日です。来年も嬉野ホットステーションをどうぞよろしくお願いします。